こんにちは。区民の皆さんに様々なスポーツに親しんでもらいつつ、健康増進にも取り組んでいく番組、レッツスポーツ。今回は素敵なゲストをお迎えしています。文京区スポーツ振興課、椿健太郎です。椿さんはサッカー選手として練習や試合をこなしつつ、文京区スポーツ振興課のアスリート採用職員として働いています。今回椿さんをお迎えしてお送りするのは、気軽にできるトレーニングの中級編です。長く続くコロナ禍で運動不足になりがちな方が多くいらっしゃると思いますが、健康のために少しでも体を動かすようにしましょう。今回は椿さんと私がトレーニングを行いますが、ご指導いただくのは椿さんも指導を受けている東京ユナイテッド FC のトレーナー福田浩二さんです。福田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。福田さん、今回のトレーニングは中級編ということですね。そうですね、前回は初級編ということで、少し簡単なトレーニングメニューを紹介しましたので、今回は少しレベルを上げた中級編をご紹介したいと思います。レベルを上げた運動習慣が今私ないので、やや不安なんですが、大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。ちゃんとしたお手本は椿選手の方が見せてくれると思いますので、その辺は楽しんでいただければと思います。はい、椿選手頼もしいです。お二人ともよろしくお願いします。それではレッツスポーツ。まずはじめに上半身メニューのプッシュ&ローです。前回初級編ではプッシュアップ、これをご紹介しましたので、これを少しレベルを上げて実施したいと思います。今回はプッシュアップの動きに引く動きを入れます。プッシュ&ローなので、押した後に引く。まず体を下ろして、押した後に肘を引きます。これを左右交互に繰り返しましょう。まずはじめは肘を引くことを意識します。押してから引く、押してから引く。これに慣れてきたら肩が入れ替わるぐらいまで引きます。そうすると体がよりねじれて、お腹周り、そして背中に刺激が入っていきます。では木村さん、はい、実際にプッシュ&ローやってみましょう。はい、頑張ります。もし腕立て伏せがきつければ、腕立て伏せは本当に1ミリ1センチで構いません。もしくは下ろさなくてもいいので、引く動きだけやってみましょうか。はい、あともう一つポイントは、引いた時にそう支えてる手でしっかり地面を押しましょう。そうです。はい、もう一回ずつぐらいいきましょうか。そう、引く。はい、ラスト反対です。はい、 OK です。普通の腕立て伏せに加えてひねるので、全身に効いてる気がしました。そうですね、やはり腕立て伏せだけだと胸や腕だけになってしまうので、そこにひねりを加えることによって、背中、いわゆるこう全身のトレーニングになります。続いては下半身トレーニングのフロントランジです。前回の初級編ではその場で踏み込むドロップランジを行いました。これですね。で、今回の中級編は前に踏み込むフロントランジになります。ポイントは、踏み込んだ際につま先のライン上に膝が来るように。なので、このつま先のライン上より前に膝が出ないように注意をします。もう一つポイントは、踏み込んだ時にまず1回止まります。止まってから足の裏全体で蹴り返す。地面を蹴り返す。そうです。あとは下半身トレーニングですけれども、慣れてきたら上半身、腕の振りも入れながら全身を使っていきましょう。では木村さん、はい、続いては下半身トレーニングのフロントランジです。はい、では実際にやってみましょう。まず気をつけの姿勢から、じゃあ両手は腰にしましょうか。はい、はい、この状態から足を一歩前に踏み出して踏み込みます。
わゆるお尻を落としましょう。そうです。そして蹴り返す。はい、いいですね。繰り返しましょう。逆足。はい。そう、踏み込んだ時に、はい、つま先のライン上より膝が前に出ないように。そうです、ここですね。はい、はい、そして蹴り返す、はい、繰り返しましょう。もしバランスが取りにくければ、じゃあ手を振りながら、そうです、はい、戻って、はい、反対です。踏み込んで、はい、蹴り返す。木村さん、ちなみに余裕出てきましたか？あ、すっごい余裕です。はい、はい、じゃあそうしましたら、今度はもう少し大股です。はい、足をより遠くの位置に踏み込みながらフロントランジです。はい、どうぞ。そう、はい、そして蹴り返す。距離が遠くなった分、しっかりと蹴り返さないと戻ってこれません。はい、蹴り返しましょう。そうです。今のこの動作、ここだけに効くのかなと思ったら、後ろにも効くんですね。そうですね、ランジ、特に前に踏み込む時には、前ももだけではなくて、お尻や裏もも、ここもターゲットになってきます。最後は体幹トレーニングのハイプランクアーム&レッグです。前回は膝つきの状態から体格で肘膝タッチをして、手と足を遠くに伸ばす、この動きでした。今回はこの動きをハイプランク、いわゆる腕立て伏せのスタートポジション、この状態でやっていきます。はい、ではまずこの状態から肘膝をタッチ、そして手と足を遠くに伸ばしてキープ。はい、椿選手頑張ってください。はい、そしたら今度ついて、はい、左右交互、反対いきます。タッチして伸ばす、はい、戻して反対、タッチして伸ばす、はい、反対、タッチして伸ばす。はい、じゃあキープ。この状態で1秒ぐらいはキープしましょう。はい、 OK です。では木村さん、はい、最後は体幹トレーニングのハイプランクアーム&レッグになります。はい、ちょっと名前長くなりましたね。はい、すいません。はい、ではまずハイプランク、腕立ての姿勢を取りましょう。はい、はい、ではこの状態で体格で肘膝タッチ、まず肘膝をタッチしましょう。はい、そうで、タッチした後にその後伸ばします。タッチして伸ばす。そう、今一瞬でしたけど、1秒ぐらいはキープしたいですね。はい、頑張ってます。じゃあ今度反対やってみましょうか。はい、はい、まずタッチをして、はい、伸ばす、はい、反対、反対、はい、左右交互にやりましょう。お、いいです。やればやるほど良くなってます。はい、もう一回いきましょう。あ、OK です。はい、OK です。肘膝タッチの部分は結構簡単なので、まずタッチするところから、はい、でタッチができるようになったら伸ばそう、これをチャレンジしてみます。まずはタッチが最初のステップ、ね、はい、ただこのトレーニングのメインは、手と足を前後にこう伸ばす、伸ばすことによって背中、お尻に効いてくる、そして支えてる手と足のおかげでお腹、お尻も効いてくる、これも全身のトレーニングになります。はい、ありがとうございました。今回は前回の初級編と比べてレベルを少し上げた中級編をご紹介しました。もしよろしければ前回の初級編を実施していただいてから今回の中級編を実施してみてください。決して無理のない範囲で頑張ってみましょう。まだまだコロナ禍は続いていますが、そういった中でもできる限り運動することを心がけ、病気に負けない体づくりをしていきましょう。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。